はいどうもこんにちは、しのぐです。今回は神風使っていきたいと思います。まあ、最近始めた方はですね、この神風という駆逐艦、 TI4 の駆逐艦ですけど、ご存知ですかね。まあ、釣りない、しかもね、販売されてないプレミアム駆逐艦なので、知らない人とかでもしかしたらいるかもしれないんですけど、まあ、この艦はですね、日本の TI4 のプレミアム駆逐艦、まあ、課金艦ということになってますけれども、通常購入はできなくて、たまにね、販売されることもあるんですけど、最近は全くですね、販売はされていません。一応日本で入手するならですね、パッケージ版というですね、普通に PS4 のソフトみたいな感じで売ってるワールドウォーシップスレジェンズがあるんですけど、それの中のですね、プロダクトコードっていう、暗証番号みたいなのをですね、PS ストアで入力すると、この神風と、あともう一席ね、ティア3のいわきっていうプレミアム艦が手に入るシステムになってて、それでね、この神風 BS、これ BS って何かっていうと、ブルースカイですね。この迷彩が、ブルースカイというね、迷彩なんですけど。で、神風でこれ何が強いかっていうと、この魚雷ですね。はい、魚雷がですね、連装魚雷が3機、6門。門数自体は控えめなんですけど、雷速がめちゃくちゃ速くてですね、でさらに、リロードもですね、めちゃくちゃ速い。もう魚雷がですね、届く頃には次の魚雷撃てるので、ずっと魚雷撃てられるという点でめちゃくちゃね、強いんですよね。今回はさらにですね、それに隠蔽ですね、隠蔽のですね、いよいよ自分も本腰をですね、入れて、駆逐艦の隠蔽強化に本腰を入れて、一応ポーランド艦長ですね、ポーランド駆逐艦についてくる艦長がまた隠蔽を強化できるので、エリヒバイとね、ポーランド艦長両方強化して、そこそこね、高い隠蔽性になりました。この神風で隠蔽がなんとですね 4.4 ですね、 4.4km まで近づかないと見つからないということで、もうほぼですね、試合中発見されない、もう完全忍者ですね。まして、こいつ戦艦とか巡洋艦にはですね、全く見つからないといったね、めちゃくちゃですね、隠蔽性高い駆逐艦となってます。で、駆逐艦とかね、もうこういう感じでもう、発見できちゃいますし、これ多分味方戦艦が見つけてると思うんですけどね。ここは、味方戦艦がちょっとピンチなので、ここはちょっと撃っていきましょうか。あんまりね、神風で砲撃戦したくないんですけどと思いましたけど、撃った魚雷がちょっと何当たってるか今見れないんですけど、2発当たってますね。神風の魚雷はこのティア隊ではね、ありえないぐらい高速で、さらに1本当たりましたね。ちょっとね、今砲撃戦に忙しいので何に当たってるか見る余裕がないんですが、はい、ムツキは撃沈されましたね。さあ、これでね、発見されてしまいましたけど、できればね、試合中1回も発見されないプレイとかやりたいんですけど、ちょっと見つかっちゃったのはしょうがない。で、またペンサコーラとかにね、巡洋艦とかにもね、バシバシ魚雷撃っていけるので、どんどんね、魚雷撃っていきましょう。神風、魚雷の射程は7キロと短いので、一応ですね、田中雷蔵がスキルで強化できるので、雷速、そして射程ですね、魚雷の射程も強化できるので、結構このレジェンドシステムってね、えぐいですよね。で、ペンサコーラに一応ですね、砲撃をして、おびき出します。おびき出すっていうかね、こっちを見させて、砲撃をさせてね、魚雷を当てるという狙いだったんですけど、ちょっと外れましたね。はい、これ結構使う戦法なんですけど、結構ね、悪縮艦で全問射撃しなきゃって言ってね、全問射撃狙ってきたところを、魚雷をね、刺さるという、戦法なんですけど、当たるとね、気持ちいいんですけど、今のはちょっと外しましたね。で、神風ですが、大体ですね、4問打って、残りの2問ですね、1機。これはね、ちょっと残しておくみたいな、3連装3機のですね、吹雪とかもやるんですけど、しっかりとね、一気に全部打っちゃうんじゃなくて、ちょっと残しておいたりとかするとですね、結構、さらに、ね、使いやすいですね。この場面もね、一気残しておけば、良かったんですけど、ちょっと打っちゃいましたけど、一応ペンサコレも当たってるんで、次魚雷が当たればもう撃沈確定ですね。で、突っ込んでくるので、魚雷利用とかとにかく早いですね。で、隠蔽もいいので、ここちょっと見つかっちゃいますけど、ここはどうでしょう、魚雷は。広角に打ちましたが、ペンサコーラの機動性でも回避できませんね。突っ込んできちゃいましたね。で、ブジョンヌイがこれ、もしかしたらレーダーとか持ってる可能性もあるんで、ちょっと気をつけていきたいですけど、ブジョンヌイどっち来るかな、これは。このままこっちの中央に入ってくると結構怖いんですけど、ちょっと難しいですね。ここはどうしようかな。ムツとかも魚雷撃ちたいですね。
こっち来るか。ここはちょっと難しいけど、とりあえずムツにまず魚雷を撃って、ブジョンヌに魚雷をスタンバイ。いや、ブジョンヌ来ないか。ブジョンヌこれどっちだ、飛行機かレーダーかちょっと分かんないんですけど、とにかくソナーは使ってないので。あー、これブジョンヌイはあれですね、あの戦闘機っぽいですね。まあ、ブジョンヌイとにかく出てこなかったので、ここはね、なんとか見つからずに済みそうですね。で、とりあえず撃った魚雷ですが、ムツに当たりそう。まあ、とにかくこの距離でもね、見つかってないので、これは強いですね。で、神風はやっぱとにかくヘイトが高いので、見つかるとね、すぐ袋叩きにされてしまうので注意が必要です。で、ここで加速して、まあ、逃げていきましょう。まあ、この距離でも見つからないので、本当ね、立ち回りに自由度が、まあ、立ち回りの自由度ですかね、高い駆逐艦となってますね。で、ノルマンディとか、まあ、駆逐、また戦艦がね、多数いるので、まあ、獲物はいっぱいいますね。ブジョンヌイも魚雷を撃って、まあ、いろいろね、敵に魚雷を撃っておきましょう。現状でもう7本命中してますからね。はい、ブジョンヌイに撃った魚雷ですが、さすがにまあ巡洋艦はソナーとかね使ってるとかわせてしまうんですが、これは味方の魚雷は当たらずに自分の魚雷が2本当たって撃沈ですね。さあ、ノルマンディは拠点に向かってますが、戦艦がね、まあ、占領はまあ難しいので、ノルマンディあれは放っておいて、おっとはい、奥にいたニューヨークにも当たっちゃいましたね。流れ、完全に流れ弾でしたけど、これはね強いですね。さあ、じゃあもうニコライがねいるんで、もうこれもね沈めに行きましょう。ちょっと航空機がね飛んでるので見つかってしまう可能性ありますけど、いや戻らないですね。ここはもう、ここはね戦艦を追って、まあ、どっちにしろねノルマンディが占領向かってももう占領勝ちできちゃうので、ニコライに魚雷撃ちましょう。到達までね35秒、 6.8 キロということでね、まあ、めちゃくちゃ早いんですよね。あ、 6.8 キロで35秒ぐらいなんで、まあ、大体戦艦テンダ所要時間がね、まあ、10秒とか、あ、20秒ぐらいかあるんですが、だからもうね早めに、おお、危ない危ない、早めにね回避運動入ってないと、うん、もうね魚雷回避はできないですからね。もうこの時点でもう魚雷が迫ってるんで、もう回避も間に合わないですね、この段階では。はい、魚雷が迫ってきていますと。3本でいけるか。3本で破壊的一撃 OK ですね。はい、じゃあクラーケンミッションもあるんで、一応ノルマンディ追っていきましょうか。うん、ここはね占領を味方に任せるにしてもどっちしろ勝ちなんで、防衛に向かいましょう。はい、まあね、ちょっとガン逃げされてしまったんで、まあもうどうしようもないですね。まあ、ちょっとね敵の戦艦がもうどっか行っちゃったんで、惜しかない。いや、これ本当にでもクラーケン難しいな。こういうテーティアに帰ってもちょっとクラーケン難しいな。てかあれか、ティア5からですからね、そういえばクラーケンミッション。まあ神風だと関係ないんですけど、うん、まあ、神風でもクラーケンちょっと惜しいという感じですね。まあ、とはいえですね、結局、うん、1人だけちょっとズバ抜けたっていうか、もう別世界の戦艦になってますね。破壊値が、破壊的一撃が3連発っていうか3発ってことでね、うん、とんでもないダメージが出てますね。15万ですね、ティア4で15万ダメージで、魚雷14本命中ですからね。まあ、やっぱね、定期的に使っていくと気持ちいいんでね、また使っちゃおうかなと思ってますけど。うん、まあ、神風特にね強力なんで、まだね手に入れてない人、手に入れられるのかな、ちょっとね中古のやつとかだとダメなので、あの新品でねあれば探して、あのぜひね買ってみてください。それではね、今回は神風でした。ご視聴ありがとうございました。